も寂しいね。What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.ボンジュー、フランスナント在住ののりです。今日の動画は家族みんなで北フランスのノルマンディに行く週末トリップの様子をご紹介いたします。このね、北フランスノルマンディは主にね、こうパリジアンのバカンス先としてとてもね有名なリゾート地が多くて、そのうちの一つ、私たちは今日はカブールという町に行きます。そして今回の旅のお供のカメラはこちらのインスタ360 GO3 という新しくリリースされたばかりのこちらのコンパクトカメラを持って出かけます。実はですね、このインスタ360 GO3 の前身モデルインスタ360 GO2 というね、これもとってもコンパクトなアクションカメラがあるんですけれども、実は先日私たちが行ったロワール川の自転車キャンプの動画の道中はほとんどね、このインスタ360 GO2 で撮影していたんですね。で、今回そのインスタ360 GO2 がさらに進化して GO3 になったということで、こちらのカメラを持って今回の週末トリップの様子を撮影していきたいと思います。さあ、こちらのカブールという町に着きました。こんな感じでね、立派な邸宅が並んでいますね。この町にある家のほとんどはセカンドハウスで、パリのような大都市に住む人たちが週末や長期のバカンスでこちらの町にやってきます。楽しい。今ね、私たちは海に来ております。プラージュ、フランス語でプラージュ、砂浜、浜辺に来ております。もう砂遊びが夢中で、ちょっとこう危ないね。ケイはあそこにいますけれども、こんな感じで砂浜が続いてます。待って、待って、いいよ、頭あげる。ちょ、j'ai trouvé un gros coquillage。 Ah, il est gros celui-là, merci。 やった。インスタ360 GO3 は本体から外すととっても小さな親指サイズのカメラなので、こんな風に子供でも重さの負担を感じることなく簡単に撮影ができます。また強力な手ブレ補正、カメラが斜めになっても水平を維持できる水平維持機能がついていて、また水深5メートルまで耐えられる防水機能も備わっています。行きます。せーの、イエーイ、できました、ブラボー。おはようございます。朝になりまして、今日ね、これからね、朝ごはんを食べに行きます。さあ、これからですね、街を散歩しつつ、朝食を食べる場所を探していきます。よいしょ、見えないんですけど。Thank you.
こっちはなんか朝食セットみたいな感じで、これがクロワッサン、温かい飲み物、オレンジジュースで、タフティンっていうのはなんかパンにこうバターとかジャムとか塗ったものタフティンって言うんだけど、タフティン、まあ、これが 9.9 ユーロ、まあ今ね円安だから1,400〜1,500円ぐらいで、こっちは卵料理だね、まあ、オムレツとか、一番下がクレープがこんな感じ。あいにくの雨です。わかるかな、めっちゃ雨降ってるんだけど。今私たちはですね、ナントに戻ってる途中なんだけど、途中ねモンサンミシェルに寄ろうということで、ちょっとねお昼休憩も兼ねてモンサンミシェルまでやってきました。やっと着きましたね。こうバス乗ってすぐでした。ミキちゃん、それいミキちゃん、ビアミテキクン、かっこいいね、もうさみしてるね。今回のね旅行でずっとこのインスタ360 GO3 で撮影をしていたんだけれども、やっぱりねすごい軽量でコンパクトだから荷物もかさばらないし、旅行先にね持って行きやすいなと思いました。そして撮りたい瞬間にすぐ撮影が開始できるので、大事なシーンを撮り逃すことなく旅行を楽しむことができました。
ということで、ノルマンディー地方の Vlog いかがだったでしょうか。今回ね、提供いただいたこちらの商品なんですけど、インスタ360 GO3 って言って、これがね、全身モデルで、インスタ360 GO2 って言って、これね2年前ぐらいに出た商品なんですけど、これもね、結構よくって、私も日常使いしてたんですよ。で、こんな感じでパカッと開けて、でこのコンパクトカメラ、このちっちゃいこのサイズ、このサイズのっていうのは変わらないんだけど、大きさはほぼ変わらないんだけど、まあ、大きく変わったのはこの本体部分が結構変わりまして、この GO3 の一番何が変わったかっていうのは、このね、後ろにあのタッチパネルスクリーンがついたっていうのがすっごく大きくて、そう、これ、そう、あの画面がないから、その自分で後で画像を確認しようと思うと、動画をダウンロードしてとか、携帯のアプリでつないで携帯で確認するとか、その画面をね、直接確認できなかったの。なんだけど GO3 はこのスクリーンがついてるから、撮りながらでも撮った後でもちゃんと動画が確認できるっていうのがやっぱ一番大きいと思う。で、 Vlog とかってこっちカメラついてるじゃない。でこうやってパカッて開けたら、こんな感じでスクリーンが前側に向くから、こう Vlog 撮るときにこうやって画面を見ながらこうやって撮影することができるっていうのがすごく大きなポイントだと思います。インスタ360 GO3 を買うと、いろいろ付属品もついてきて、それをね、紹介すると、まずね、こんな感じのものがあって、これね、これ例えば最初の、今回の Vlog の最初のシーンで車の中でね、撮影してたのはこれとこれを使ってたんだけど、これをね、くるくるっとはめれば、ここがね、ガラスとか、あと鏡とか、つるっとした面にこうペタって貼れるような仕様になってるから、ここにカメラをこうセットして、ここでペタッと貼ってこういう撮影ができるようになってたりします。で、あとはこのペンダント式のは、その全身のね、 GO2 の時にもあったんだけど、これをこう首からかけて、このカメラのこの本体からちっちゃい方のこのカメラ自体を外して、ここにパチッとつけると、こう歩きながらハンズフリーで撮影ができるっていうやつね。で、これもね、同じくなんだけど、これ先日ね、出した自転車キャンプの動画の中ではこんな風に撮影してたんですけど、これをね、こうキャップとか、あと私は自転車のヘルメットをつけてたんだけど、こういうキャップとかにこのアクセサリーをはめて、で、ここにカメラ本体をパチッて入れて、この帽子をかぶると、これだけで撮影ができるっていうことなんですよね。で、やっぱりね、カメラ自体のこの重さがすっごい軽いから、全然首に負担なく撮影ができるっていうのがいいポイントだと思います。やっぱりね、この本体自体がこのカメラに比べてね、ある程度重さあるから、これでも全然ね、重くはないんだけど、やっぱり長時間つけてるってなると、頭にね、これの重さしかないっていうのはすごくね、体への負担は少ないですね。あと、こういうね、自撮り棒で、これはあの別売りの商品なんだけど、それにもともとついてるこっちの付属のやつをこうやってつければ、あの歩きながらの Vlog 撮影とかもすごく簡単にできる。で、これをこうやってカチッとつけて、こんな感じね、ここすごい伸びるし、で、角度も簡単に、すごいんだよ、これね、あの全然前後だけじゃなくて、横とか斜めとかもできるから、すごい自分の好きなアングルに調整できるっていう。で、このスクリーンを前にこうやったら、こうやって、そう、画面を見ながら撮影ができるっていう。でね、また別の、こっちも別売りなんだけど、こういうタイプのものもあって、こっちはこの足がこう開くようになってるから、で、こっちもね、こう伸びたりするんだけど、で、ここにこう取り付けて、まあ、これもね、その Vlog としても使えるし、こう足がついてるから、こうやっておいて定点撮影もできる。はい、ということで、今回のね、Vlog では全体を通してこちらのインスタ360 GO3 で撮ってみました。もうね、私は外での撮影はもうこれ1台でいいかなと思っており
ります。もしね、皆さんこちらの商品気になりましたら、こちらの動画の概要欄に詳細がありますので、ぜひご覧ください。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。